皆さんこんばんは。ピアノ教室編講師星名優子です。はい、やっといろいろ終わりました。やっと終わりました。6時半頃ですね、テレビ局さん来ましてですね、あ、でも見事にですね1時間ぐらいで収録を終えてですね、お帰りになって、まあ、私はその後ちょっとフラメンコ、先週も休んじゃったんでね、ちょっとフラメンコ行かなきゃということでフラメンコのレッスンに行ってきてですね、今なんか、あ、疲れたのみたいなですね。ですね、まあ、ちょっと、今日一日のことを一回で話しきれないので、ちょっとまた明日に分けて話そうかと思うんですけど、まずはですね、今回ハウスキーピングを頼んだ、初めて頼んでみたんですけど、そのことで結構皆さん、ご興味があったようなので、少し、どんなことかお話ししようかなと思うんですけど、まあ、前々からですね、ハウスキーピング、まあ、お部屋を片付けてくださる方をね、ちゃんとお金を払ってっていうのはすごく興味があったんですけど、なかなかやっぱり、家に入ってもらうわけだし、やっぱほら、入ってもらうってことはさ、家が汚いから入ってもらうわけで、やっぱりなんていうか、誰でもかんでも来てもらえないじゃないですか。で、どんな人が来るかな、みたいな。すごくだから、敷居が高くって、ずっと躊躇してたんですよ。あと、いくらぐらいかかるのかなっていうのもあったし、時間の見積もりもこう、わかんなかったので、あ、マスシさんありがとうございます。でですね、ずっと気になってたんですよね。やっぱり成功されてる起業家の方はやっぱりほら、まあお金にも余裕があるし、やっぱり自分、まあ今日本題なんだけど、その自分が片付ける時間、例えば自分が1時間片付ける時間、その1時間やっぱり売上アップに使った方がやっぱり賢いじゃないですか。ね、成功して起業家さんっていうのは時給ね、何十万とかじゃないか、時給にすると。時給何万の人たち、何十万の人たちが、ね、お掃除する。まあ、ここも別にその掃除はすごい大事なことだと思うんで、掃除するっていうのはすごい精神統一とかそういうのもいいから、やってもいいと思うんですけど、やっぱり日々、かかってくるじゃないですか。まあそんなことで、すごいずっとね、悩んで、やりたいなと思ってたんですよ。で、今でこそだけど、いや、これもご縁だと思うんだけど、うちの主人が初めて起業したのが、まあ、こういう便利屋さんだったんだよね。お掃除屋さん。で、当時はやっぱ珍しくって流行りだったし、なんかいけるかって形で、起業したんだけど、まあ、結局、主人はまあ、そこではうまくいかなくって、起業して3年、4年、5年ぐらいして、ヘッドハンティングにあって、まあ、今の職に就いたんだけど、まあ、彼はそっちの方が合ってたと思うんだけど、なんで、彼がうちの主人が苦しい時代に、まあ、何件かお得意様みたいにね、掃除を頼んでくれる人がいたりして、まあ、普通の一般の主婦だったんだけど、あ、でも違うな、一般の主婦。いやいや、やっぱりお金持ちさん多かったかな。まあ、そんなんで、なんか昔のことを思い出しながら、まあ、ずっと思ってたんですけど、私の知ってる方で、なんとか先生、ハウスキーピング雇ってる。あの先生も雇ってる。で、お友達の、私の税理士さんのね、お友達もハウスキーピング雇ってるっていうことを聞いて、やっぱ一回やってみたいなと、ずっと思ってたんですよ。で、まあ、ちょっとテレビ局の話はまたちょっと時間言いますけど、まあ、テレビ局さんから、まあ、ずっとこう、いろいろやりとりがあって、まあ、うちの次男とのやりとりだったんですけど、どんな撮影をするか全然私も知らなくて、まあ、研究論文の話で、まあ、こう、やりとりしてたんですよね。まあ、どういうテーマで、テレビ局さんが番組を作って、そのテーマに、まあ、うちの次男の研究テーマが、まあ、関連があったってことで、まあ、今回取材の依頼が来たんですけど、いやいやいや、私がモスクワに行ってる時ですよ。なかなかネットもつながんないんだけど。いきなりですね、LINE がね、モスクワ LINE がやっぱブロックされててね、なかなか届かないんですよね。で、本当に Wi-Fi のすごくこう、環境のいいとこでないと LINE が届かなくって。で、まあ、タイミングよくですね、息子か次男から、そのテレビ局さんから依頼があった文面がバーッと送られてきたんですよ。そしたらですよ、
まず第一、テレビ局さんがピンポンしてって、うちの次男が開けて、こんにちは星名ですっていう、まずワンシーンが必要と。へえって、玄関片付けなきゃあかんじゃんみたいな、もう玄関靴とかいっぱいですからね、もう玄関、もううちお客様も来ないですからね、私こんな仕事してて忙しいしで、まずそのワンシーンが必要だと。それで部屋に一緒に招き入れて、階段を登って、階段登るシーンも必要かみたいな、まあ結局撮らなかったんで、階段登るシーンがあって、それでお部屋でその研究論文をバーって開いてるシーンが必要で、部屋必要かみたいな。で最後はその、まあ新聞みたいなのにもいくつか載ったんですよね、その症状と彼の顔が、次男が写ってる、その今のバージョン、この子がこんな大きくなりました、症状シーンが必要みたいで、じゃあこのバッグ必要かみたいなですやーべーと思って、それモスクワで開いた時にやーばーみたいな。それで今うちの息子と何日にするか打ち合わせてますって言うから、もうボンボン食って、この日はダメ、この日はダメ、この日はダメみたいなって言ったのに、帰国した次の日ですよね、今日本人はこの日じゃないと、でテレビ局さんもまあなるべく早い方がいいと、って言って、もう昨日じゃない、23日か、もうフライト前にですね、その税理士さんのお友達にもう泣きついて、その例のハウスキーピングさんもう紹介してくださいみたいな、我が家ピンチですみたいな、テレビ局取材に来ちゃいまして、もう1週間家開けてますから家の中片付けられないし、家どうなってるか分かんないし、男状態だから、長男と次男と主人だけで男状態で、次の日かで取材かありえないみたいな、で泣きついて、もう誰でもいいから紹介してくれっつって、で彼女のおなじみさんはちょっともう塞がってたんだけど、まあ、その社長さんなのかなの、まあ、スタッフさんにお願いできてですね、今日の10時半にで、テレビ局さんが6時か6時半ぐらい来るっていうか、もうギリギリまでもう延長の延長、本当は3時間パックなんだけど、3時間のもう延長延長延長みたいな、もうどんだけでも使ってみたいな。いやでもね、まあちょっとここで言う、あんまりここで、あ、めっちゃ安い、びっくりした、びっくりした、安いわ、ありがたい値段だったんですよ。でもどんだけでもいいから、もうギリギリまでやってっつってでも昨日は一応ざっと片付けました、必要だったらその症状なんか、症状が必要っていうか、もうごそごそ引き出して症状出して、で部屋もまあ一応 お電話してテレビ局さんに、どういう感じで撮るんですかって言ったら、まあそんな感じでお部屋でこう論文をビャーって出してる、そのシーンが欲しいって言うから、いやうちの次男グランドピアノの部屋にいるんですけどみたいな、恥ずかしいけど、まあ昔1人の部屋を2人で使ってたんだよね、長男と次男が。でもやっぱりさすがにもう大きくなって一緒は嫌だって言って、そしたらもううち部屋がね、下は和室とリビングで、和室はちょっとやっぱりあんまり密閉性がないのよね、だからこう出入りができるから、やっぱり密閉性のある部屋がいいみたいで、和室嫌だって言って、じゃあ分かった、和室私が行くわっつって、上3つがピアノの部屋、和室、長男の部屋って、和室はパパがパパの部屋なんだけど、だからグランドのピアノの部屋しかないよっつったら、もううちはこっちで今レッスンしてないの、私の練習室みたいな、じゃあそこでもいいって言うから、今彼はピアノのグランドピアノの下に寝てんですよまあね、まあ下ってわけじゃないけど、まあ隅っこでね、テーブルを置いたい、まあいろいろ置いたらいっぱいになっちゃうんで、グランドピアノと、まあ、自分の机と、でまあグランピアノの隅っこで寝てるんだけどその部屋でいいって言って、だその部屋でグランドピアノがあるんですけどって言って聞いたら、ディレクターさん、音声さん、カメラさんで、あと何かな、もう一人 AD さんか、4人来るって言うから、4人来てカメラ構えてグランドピアノのあの部屋に入るかみたいな、じゃ最悪お兄ちゃんの部屋で撮影ですかねみたいなことになっちゃって、そしたら、じゃお兄ちゃんの部屋も片付けかみたいな、もうおおみたいな、もうとにかく昨日ざーっとやって、もうあとはもうそのプロに任せよっていうことで、
10時半に来てもらいました。いやーさすがでしたよ、プロの仕事。すごかったです。ただご本人ね、達人さん曰く、もう今日はとにかく時間ないから、テレビ映えインスタ映えじゃなくてテレビ映えするようにさせてもらいました。だから荷物はこちらで分かるのはしてるけど、本当はこれ捨てたらいいかどうか私に聞いて、本当は処分した方が本当にすっきりするんだけど、もうその時間ないので、とりあえずこちらで捨ててもいいものは捨てるし、分かんないものはもうちょっと隠しましょうって言った。その撮影しない部屋にね荷物を置けばいいからって言って、いやサク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 ですね、床も拭いてくれたし壁も拭いてくれたし、もうもう感動しちゃったの。リモコンの置き方がさ、リモコンなんかいっぱいリモコンってあるじゃん、もうちゃんとこう大中小みたいなピッて並んでて、それでなんか本棚とかもこうバーって、まあ本棚入るんだけど、やっぱなんかガチャガチャしてるじゃない、なんかどこからか見つけてきた布をこうピーって入って、なんかちょうどいいカーテンみたくしたんですよね。いやすごいなと思って、そんなのがこうありとあらゆるところにそのプロの技がですねにじみ出てて、マジこうもううろうろしながらふんふんふんみたいな、あこうするんだみたいな、もうあっという間っていうか、まあだから4部屋リビング3部屋か、3部屋プラス、まあ階段とかちょっと玄関のところとか片付けてくれたわけですよ。でまあ今日はその時間を買うって言うんだけど、やっぱりねプロがやったら早いし綺麗じゃん。だからそうプロにはお金払ってやってもらうのもいいなと思って、ハウスキーピングで、やっぱすごい案の定すごい人気なんだって。でもうこれから年末にかけるのね、すごい人気で、で向こうもやっぱり知った人にしか行かないみたいな、もうそんな感じですよ。やっぱり誰でもかんでもホームページあるけど、誰でもかんでもやっぱりこう吹き受けるっていうのは向こうもっていうことで、まあだから逆よね、向こうも口コミでないとお仕事もらわないみたいな、かっこいいみたいな。いやすいません、じゃもう月一でお願いしますとか言って、もうスリスリしちゃってです、スリスリしちゃってですね、やっぱりねいいですよ。で次回は今日言われたんだけど、次回は今度は捨てに行きましょうねと、今日はとりあえずテレビ映えするようにちゃちゃっと並べていただいて、いらざるもの、見た目の悪いものはちょっとこう他にね移動するみたいな形で移動しますけど、本当はこれ捨てた方がいいんですよって言って、でもね褒められました。星名さん、星名様って呼ばれたんだけど、星名様なんて言われたかな、決断力あるから掃除向きですって言われた。やっぱり決断力、ここでも経営でも決断力ですけど、やっぱお掃除も決断力なんだってね、いかに踏ん切りよく捨てられるか。で私は聞かれたらもうその場で、いやーこれもういいかいいですよねって言って、ああ私ここ向こうもねもうこう捨ててもいいと思いますよって言うと、そう誰か言われるとよし捨てよとか思えるのよ。一人で捨てらんないんですよ。誰かにこれもいいんじゃないですかとか言われて、ああ捨てましょうって言えるんだけど、一人だと悶々とこれどうかなとか思っちゃったり、だから全部私は今日はいやこれねもう使わないと思うんですけど、なんか捨てづらくって、ああでも捨てた方がいいんじゃないですかって言われて、はい捨てましょうみたいな、すごく決断力あるって言われたから、きっとうまくちゃんと物とか捨てられますよ、整理上手にね捨てられますよって言ってもらえて、よっしゃーみたいな感じで、次回からですね、ぜひちゃんとこう捨てにかかるっていうのをねやってみたいなと思って、でまあ結局ですね、時には時間を買うことってすごい大事だなっていうことと、今ちょうどそのピアノ経営塾で今動画をね7つ配信してるんですけど、そのうちのもう最後の6、1個手前の6の動画が今配信されてて、まさにそこでは、価値イコール時間ですよっていう話をね、まあ、動画でお伝えしてるんだけど、まあ、もしよかったらどうか今登録していただければまだ見えると思うんですけども、なんかそれもね結局その皆さんボランティアの時間がめちゃ多いわけですよ。
あのそれをあのボランティアの時間をダメとは言ってないんだけど、ちゃんと意識して自分で、あ、これボランティアだなと、これお金もらえないんだなと、今自分の価値ここ0円なんだなって分かって引き受ける仕事だったらいいんですよ。自分でめちゃ意識してるからね。だけどわけわかんなくなんとなくボランティアの仕事やっちゃってるとか、なんとなく歩行しちゃってるとか、それがあかんな、あかんわけですよ。あかんなんですよ。ダメなんですよ、それは。もう、よし、もう腹決めて、よし、ここはもう0円、0円で仕事を引き受けたるわっていう、なんていうの？身構えっていうんですかね。自分の中では納得してやるならいいんだけど、本当はもらわなきゃね、本当はお金ここ、本当はこの時間を私お金にするといくならなのにとか、本当はこれ他の人だったらもらってるんじゃないの、本当は他の人だったらちゃんと歩行って有料でしてるんじゃないの、なんで私無料なんだろうみたいな迷いがあるような時間の使い方しちゃダメなんですよ。ダメなんです、ダメなんです。あのそうすると自分の中の皆さんの中の時間の価値がちゃんと育たないんですよね。私は育ってますよ。失礼、育ってますって言い方ちょっとなんか高ぴーだな、違う、あの自分で育てようとしてます。時間価値、時間と価値ってい こう感覚を育てようとしてるんですね。だからプロに頼めるんですよ、ハウスキーピング。だって私が今日10時半から例えば5時半まで、まあ、お休みあったけど7時間掃除したらね、で私が今日払ったお金があるんです。もう本当にびっくりするぐらい安いんだけど、7時間あったら私はどんだけの仕事ができるかなって、何十万の仕事、いやもしかしたら、まあ、あんまり言っちゃうもんね、まあ、時には100万ぐらいの仕事もできるかもしれないですよ、7時間あれば。となると、いや私は掃除、逃げない、逃げてないでしょ、これ逃げてるし、決してこうやってたら逃げてるみたいに、主婦のなんかこう掃除のあれを逃げてるようだけど、そうじゃなくて、まあ、普通に考えると7時間、いや分かんない、もしかしたら7時間そうですね、1日だもんね、いや、まあ、もしもその7時間50万の仕事が私もしできたとしたら、7時間50万の仕事できたらそっちやった方がいいじゃないですか。7時間プロの人に来てもらって掃除してもらった方がこんなに綺麗になるし、もう申し訳ないぐらいのお値段でしか払わなかったんですよ。もっとお支払いしてもよかったなーぐらいな、そういうわけなんですよ。だからあの別に皆さんはあのハウスキーピング雇えとも言わないし、あのそれは全然いいんですけども、あの皆さんがねできるなら、あの掃除楽しいしさ、精神統一になるからやった方がいいんだけど、あの時間の価値を育てるためには、ボランティアの仕事をなるべくしない方がいいです。やるならものすごい納得してやらなくちゃダメですよ。じゃないと時間の価値が育たないです、自分の中で。すごく嬉しかったのは、今日、まあいいかこの話は、今日あるクライアントさんとあのセッションしたんです。すっごく嬉しかったのは、これ私も共感したんですけど、彼女はもうすごく、まあ、今カリスマ街道まっしぐらなんですよ。もうすごいカリスマ街道まっしぐらのクライアントさんがいるんだけど、やっぱり時給がいろんな時給の仕事してんですよね。例えばレッスンまあ、一番彼女が強みとしているレッスンの時給で、今ちょっと彼女がステージアップしたある仕事があるんです。その時給に対してここね、主流で、ここがちょっとまあ少し、まあ高額化ですよね。でこの下、このこういう仕事をまだしてるんですよ、彼女は。まあまあいろいろ実績を積んだり経験を積んだりするのに全然いいと思うんだけど、でもこれをしながら彼女が、いやおかしいよな、私本来こっちなのに、今私そうか、こんなに安く自分を売っちゃってるんだって違和感を覚えたっておっしゃったんですよ。それです、いいんです。違和感が出るようになったらステップアップの準備ですから、違和感があった方がいいんですよ。で私も、まあ、ここだけだけど、ここだけっつってもこれな、
まあまあこれはもう全然いいんです。あの私は違和感感じてるのは一つあるんですよ。でもこれはまあ私は意味があってやってるんでいいんですけど、私は実はもうめちゃめちゃ違和感感じるのはピアノの先生してる時はめっちゃ違和感があるんですよ。こう言うと皆さんにあれなんだけど、ピアノの先生やってる時の私の時給は自分の中ではめっちゃ違和感価格なんです。いやーって感じなんですよ。でもちゃんと理由があってるから、このピアノ先生は私にとっては、まあ、生徒可愛いし、ピアノ先生やることは私は今度ピアノ先生経営塾でやるときにピアノの生徒さん持ってるってことは共感、ピアノ先生たちと共感するのに必要最低限の感覚はやっぱ持っていたいので、最低限の人数をやろうとも決めて、今月曜日だけもうほんと数人やってるんですよね。でただその時やってる自分が教えてお金をいただく時にめちゃ違和感とか思うわけですよ、時給がね。でもあのそれはもう納得してるからいいんだけど、でもこの違和感私すごい自分で大事だな、あついに違和感感じるようになったか、よっしゃーみたいな。でその違和感をめちゃうちの経営塾生は感じてるから、皆さんすごい歩行したり無料歩行したりするとめっちゃ違和感だって言ってた。いや本当は私こんな安くないんだけどな、あ安、まあ、無料歩行って言うと値段ないもんね、おかしいなって、そのおかしいながいいんですよ。だからおかしいな感じてる人はもうやったーって万歳してください。おかしいって感じたら皆さんステップアップの準備ができているね。そうそうそう、いやー結構重要なこと言いました私。本当めっちゃ重要なこと言いましたよ。今日私はハウスキーピングの方を頼んで、でそれは私が7時間掃除するのとプロが掃除するのではもう出来栄えが全然違うと。でそこにやり取りするお金も、いやプロの人でこんだけの金額でやってもらえるならもうやってもらった方がいいやと思って、もう月1お願いしようって決めました。それは自分の時間の感覚が私はここじゃないなというのがあるんですよね。で今無料動画いっぱい配信してますけど、それ見た方の中でもおかしいなおかしいなってこうかなりおかしいなっていうのを感じてくれてる人が今いっぱい現れてきて、これはいい現象だなとごめんなさい。でもまあ慌てないで、まあ、すぐにパッとそう思うとですね、すぐ月謝パッと上げたくなっちゃうんだけど、まあそこはちょっと慎重にしてほしいっていうのが本当は気持ちであるんですけど、まあ準備ってあるからね。あとピアノ系塾の人もだいぶ実感違和感が出てきた、これはチャンスなんですよ。でクライアントさんもすごい違和感感じてる、もうチャンスなんですよ。なんでぜひね、自分の価値の感覚をですね、磨いてですね、ぜひですね皆さん安売りしないように自分の価値は守って、で安売りしていい分もあるんですよ。それはピアノ建築で言ってるんだけど、まあ、フロントエンドっていうんだけど、安売りしてもいい場所もあるけれど、むやみやたらに意味もなく安売りしちゃいけないんですよ。なんでね、ぜひねそういったことを思っていただければいいかななんて思います。そういったことでですね、明日はいよいよ今日のちょっと取材の内容をですね、ちょっとご報告できれば、なかなか面白かったんですけど、まあなんだか今ねピアノスイッチ入っちゃってですね、次男が急にピアノ弾き始めてると、もう気になる、なんかリズムがおかしくて、ここだけなし、リズムがおかしくても気になってしょうがないんだけど、まあ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 、あんまりそういうこと言っちゃいけないなということで、またですね、明日お会いできたらと思います。では皆さん、寒いですけども、風邪をひかないように、ひいてますか。ではねー。